今日ですか。ちょっと10月に開業したばっかりなんですけど、はい、あの今ちょっとホームページ、パソコン用のホームページを作成してるんですけど、スタッフ3人いるうちで2人が下宿というか一人暮らしなんですけど、なんかこうスマホしか持ってないっていうことを聞いてこれはスマホサイトは絶対いるなとよくふと気づいたら世の中でこんな人多いよねと思って、でそれを考えた時に、なんかこうもっと手軽感、あのパソコンサイトは結局なんか自分の思いとか症例写真とかそんなのをいろいろと載せて、なんかこうもっとボリュームのあるものでもいいのかもしれないですけど、スマホを見る人ってもっと手軽感で見たんやなと、さっと見てさっと、あここ歯医者さん良さそうっていう、もうファーストインプレッションで電話ができるようなところのサイトがいいなと思ってて、で黒飛先生のお話を聞かせてもらって、あいいなと。いや、あの時代といいますか、こうなんかこう今後の10年後、まあ、10年一昔というように、やっぱり10年後を見据えた、やっぱりこう今現段階でこう必要なことっていうのが、あの教えていただいて、僕らでやっぱりこう目の届かないことというか考えが、あのすごく、あの教えていただいたので感銘を受けました。はい、ちょっと先ほど申し上げたんですけど、一家に一台パソコンの時代じゃなくて、本当に一人一台のスマホの時代で、でよりスマホは手軽に、簡単に、見れて電話ができてっていうことが大事やなと思って、でそのパソコンとスマホとは全く違うもんやということが、ちょっとこういろいろ話を聞いて分かったので、はい、スマホはスマホでやはりちゃんと対策をしないといけないなと思いまして、はい、依頼させていただきました。それを見て、たくさん、患者さんが来ていただいて、でその中で、自分の、診療に対する考えとかを分かっていただいて、それが何て言うんですかね、たくさんのより方にまずやっぱりこう来ていただかないとそれが伝わらないと思いますので、たくさんの方に来ていただいて自分の思いを伝えることができる、ように、なっていきたいと、そのためのスマホサイトに、していきたいなというふうに思っています。まだ開業したばかりなんですが、なんですかね、あのもううちの当院に来て、よかったと言ってもらえるように、でやっぱり僕の考え方とか院の雰囲気が、好きだと言ってくれる方が一人でも、たくさん増えれるように、でそのためにはやっぱり一人でもまず最初に足を運んできていただくっていうことは、たくさんの患者さんにしてもらえるように、なっていけたらなというふうに思います。はい。